が設計したんですか、アメリカ人ですか。まあ、今は返すと日本人が裏でやってたみたいな。なんか僕が聞いた話によると関空をパクったっていう話を聞いたんですよ。関空に行けるんですか。僕は分かんないですけど関空をパクったっていう話を聞いたことある。関空に行ったことがないです。僕は先週初めて関空に行ってますか。行ってますか。行ってないですよ。だってスワンナプーム全然高いし、空間広いじゃないですか。あの関空ってすごい低いし、天井低いし。画期的だったのが、その当時まだみんながやってなかった床の中にコイルを入れて床吹き出し冷房っていうのがあって、天井がドームになって、でもうすごい熱効率が悪いので床から涼しいから、今度は今もですよ。今度はちょっとそれを感じたから、そうですね。だからところどころディフューザーっていうこういう筒型の、はい、あー分かります。ありますね。ありますね。あれがそうなんですね。あ、ありますね。すごい、なかなかマニアックな面白い。換気装置なんですか。空調装置、空調装置すごいですね。あの大きなあの人形がありますよね、巨大な人形。あれのそばになんか溶けるのもありますね。そうですね。大きな人形になってくるのは、すごいよね。一応スワンナプーム空港って世界で一番大きいんですか。どうなんでしょうね。あれと同じものをもう一つ作れるぐらいの計画だよね。今の生徒と同じやつ。ちょうどいいっすね。これもう何台と言いますね。何台と言いますね。縦横じゃないです。これで1キロ、こっちの1キロ、横がどのくらい。あれ、何年ぐらいかかったんですか、作るの。でも そんなにかからなかったんで、5年ぐらい。4、5年ぐらい。で、5年のうちの3ヶ月を相当最初の方だ。基礎の方。あれ、なんで3ヶ月でやめちゃったんですか。あの、みんなやっぱり痛くないっていうのもある。痛くないんですか。その時は過酷な条件で待ちで言われるっていう。何も知らずに、あれ、全く英語もできないし、タイムも分からなくて、いいんですか。すぐ帰ってもらえるから。ちょっと行って図面チャチャチャって、ちょうど図面が足りなくて、設計図面の修正が必要で、その時僕ちょうど設計部に行って、設計図面の修正が必要で、チャチャッとすぐ終わるかもって。その前にも2ヶ月や3ヶ月で行った人も帰ってきて、じゃあ3ヶ月かな。ですか。今だったらまた別の気持ちでいけますよね。その時ね、本当に行ったばかりの時は何も食べれなくて、でそこの中は本当に屋台みたいな食堂が何軒かこうあって、そこからもうチョイスして食べて、どれ食べてももう匂いがなくて、げっそり忘れたんですよ。何も食べれない。で唯一食べられたのがバーナムサって言って覚えてた。インスタントラーメンをママですね。ママムサ、それを炒めたやつって、あ、これ日本のラーメンに食えるな。アイスと朝食もこう運んでくれる人がいるんですけど、ホットケーキそれぐらいしか食べない。で会社の人も面談見た時に返さなきゃダメ。なるほど。じゃあ最初はもう早く買いたいっていう。もう料理一切と違う。いつもトンロ日本村とか買いに行く。どうですか、もう一回今現在その現場に行ってくれって言われたら行きますか。今楽しみますか。もう喜んでるからです。行きますみたいな。